こんにちは、ゆりです。いっちです。ゆりチャンネルです。今日なんですけど、ありがたいことに、ハワイ中にね、僕たちチャンネル登録者数60万人を突破したということで、これって本当はどうなのっていうね、視聴者の方々だったりとか、新しくゆりチャンネル見てくださったりしてる方々が疑問に思ってるだろうことの真実を、まあ、真実真実っていうか、何聞かれるのちょっとディープなところをね、せっかく60万人突破したということなので、うん、今日はそれに対してお答えしていこうと思います。そうだね、この企画を通して、うん、私たちがどういう2人なのか、そうだね、していただけたらいいね。ということで、まず1つ目、どうして突然お嬢様彼女とフィリピン人彼氏の企画を始めることになったんですか。これはずっとゆりいちチャンネルを見てくださってる方々からの質問かな。そうだね、やり始めたのは去年ぐらいからか、うん、ちょうど1年前くらいかな。そうだね、っていうのも、うん、ちょうど1年前ぐらいからショート動画を投稿するようになったんですよ。で、その時に、うん、じゃあ何をさ投稿しようっていうことになってさ、うん、ダンス踊ってみるとかまあでもやっぱりさ、旅行動画とはまた別の楽しみ方ができるようなことを何かしたいなっていうのを思ってて、それでお互いは撮り合おうっていうことになったんだよね。そう、今まで旅行動画がカップルでの動画だったので、彼女目線、うん、彼氏目線で過去の動画は撮り合ってみようかっていうことになったんだよね。そう、それでどういう感じで撮っていこうかっていうのをお互いでね、いろいろ考えたんだよね、うん、そうそう、お互いのどこが魅力的なのかとか、うん、面白いのかとかそれぞれ考えて、で、僕が考えたのは、まあ、皆さんもご存知の通りお嬢様彼女の企画なんですけど、最初びっくりしたっていうのも、あれなんだよ、実はね、衝動動画をやる前から社長令嬢シリーズをやってたんだよ。それでね、その社長令嬢シリーズがめちゃめちゃ大好評で、そんなにね、たくさん出してはなかったんですけど、もうものすごい数の視聴回数がされてて、で、何よりも僕自身がユリナの生活に対してびっくりすることがもういっぱいあったし、お嬢様ならではのさ、その庶民っていうのかな、そういう生活をした時の反応めちゃめちゃ可愛い、みんなも知ってると思うけどで、何よりお金持ちなんだけど、お金持ちぶらないところユリナの魅力だと思ったんですよ。お嬢様って言葉を俺調べたので、そこに書いてあったのが、裕福な家庭の娘さんなんですけど、ただ裕福なだけじゃなくて、すごく育ちがいいと、お上品で言葉遣いもすごくいいっていう風に書いてあったんだよね。まさにゆりなじゃんと思って、ぴったりじゃんこれと思って、誕生秘話恥ずかしいですそうだよねまあでもそれがもう本当にもう再生数見たらわかると思うけどね、もうめちゃめちゃ大好評で僕がね、すごく面白いなって思ってたことが、うん、みんなにも伝わって、俺もすごく嬉しい気持ちありがとう皆さんもありがとうございますっていうのが、まあ俺が考えた企画だよね。うんうん、私も同じように、うん、一郎くんのいいところってどこだろうって考えた時に、うん、本当にたくさんあるんですけど、うん、まずは一郎くんはフィリピンの国籍で、お母さんたちもフィリピンの方で、ね、タガログ語をね話したりもするんですけど、オポフィリピンの方々の愛情ってもうすごくて、すごいね、その愛にあふれたフィリピン文化がすごく素敵で、私の大好きなところなので、まず一つはフィリピン人彼氏、それで、うん、あともう一つは、私たち先月ね交際7年目を迎えさせていただいたんですけど、うん、交際7年経っても付き合った当初というか、もう出会った日から何一つ変わらない優しさで、その人間性の素晴らしさを私は動画にできたらいいなと思って、なんかあれだね、お互いプレゼンみたいだね本当にねまあでも聞かれてることだから、みんなが疑問で思ってることだしね、うん、でも一郎くんの動画もすっごく大好評で、うん、ああ本当に嬉しい、うん、一郎くんのその優しい言葉が、優しい気持ちになれるとか、励まされるとか、女性の励みになってると思うので、うん、いいの思いついたなといや本当いつも皆さん見てくれてありがとうございます変わらず、うん、ショート動画は日常動画を2人とも、そうだね、上げていけたらなと思っています。続いて2つ目、お嬢様彼女本当にファミレスでご飯食べたことないのそしてゆりいちは普段ファミレスでご飯食べないんですかっていう質問もね、すごく多かった、ね、うん、本
当にないよね。どこも初めて連れて行ってくれるお店ばかりなので、うん、すっごく楽しくって、うん、いや本当に楽しんでくれてるよねでも、うん、動画中にもこれは行ったことありますっていうのは言ってるんですけど、うんうん、マクドナルドとマック、あとサイゼリアは行ったことあります。あります。あるよお気に入りだよね。うん。で、普段じゃあゆりいちはどこで食べてるのかっていうと、カフェでランチだったりとか、うん、ホテルでランチしたりディナーすることも多いよね。そうだね。二人とものんびりした空間が好きなので、うん、ピアノの演奏が流れてるところだったりとか、うん、あとは行ってみたかったミシュランの星がついてるレストランだったりとか、うん、まああとは口コミがいいところじゃないかな。そうだね。二人とも結構太りやすくって、うん、食べるんだったら美味しいものを食べたいのでまあそうだよね。だからお家ではカロリー制限してるよね。もう炭水化物とか全く取らないんじゃない？2人とも何キロカロリーっていう制限をして、うん、糖質オフとか。そうだね。そういう食生活をしてます。そうだね、うん、オートミールとかあと肉だけとか、うんうん、本当にそんな感じだよね、うん、そうだね、うん、あ、じゃあこれ気になるんじゃない？3つ目、お嬢様は実家では何を食べてたのっていうこれ気になるね。でもね、俺ね、あの実家にお邪魔させていただいてた時はもう本当にすごかったよマジで本当にすごい。本当にすごい。あのね、家に来るのお寿司とか、まああと食べ物以外で言ったらネイル屋さんとか、あとマッサージ屋さん。そうだね。あとまつげパーマとか、まつげパーマとか、あと針とか、なんかそういう方々が自分からお店に行くんじゃなくて来るの、お家に来てくださって。そう、来てくださってお家で施術をお願いするとか。そう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 、すごくないあと、あの冷蔵庫に入ってるものがもう全部高い。例えばさ、お肉とかだったらもう A5 ランクとかね松阪牛の。もう実際に俺、あのしゃぶしゃぶをゆりなの、あの実家で食べさせていただいた時があったんですけど、その時は全部黒毛和牛でした。びっくりびっくり、うん、あとうなぎとかね、あとお寿司とかもね、あのすごい高級で、ちょっと名前が出てこないんだけど、めっちゃめちゃ美味しかったこと覚えてる。あ、なんて名前だったんだろう、ちょっと出てこないんだけど、もうめっちゃ美味しかったことだけは覚えてる。あとはもうそうだね、お腹すいたって俺はゆりなに行った時にも、うん、俺の大好きなウニを出してくれたりとかあと逆にね、あ、ちょっと暑いなって言った時とかにも、うん、ハーゲンダッツが来たりとかで、しかもね、味も1種類とかじゃなくて全種類揃ってるの、ハーゲンダッツが。どれにするみたいな。ご飯を食べに行く時もすごいよね、うん、例えばさ外食行くってなってじゃあ海鮮食べたいとしよう、うんうん、海鮮食べたいってなった時にも福井県の方にわざわざ出向いてでそこで海鮮食べたりとか。ああ、そうだね。あの取り寄せだけじゃ味わえない新鮮なものが食べたいなっていう時は、うん、愛知県からだったら福井はそんなに遠くないので食べに行ったりとか、うん、美味しいお気に入りのお店を何年も何十年も通うので、うん、そうだよね、うん、ちなみにさ、家族とファミレスには行ったことある？ある。あるんだ。うん、あのね、うん、小さい時に、うん、マクドナルドにおじいちゃんが連れてってくれたことがあった。おじいちゃんが連れてってくれたの？うん、あの私が初めてマクドナルドを食べたのがお友達のお家に遊びに行った時に、うん、お昼ご飯で、うん、ハッピーセット、ハッピーセット、そう、頼んで、うん、もらって、でそれで、うん、美味しいってもうなってしまってそれで味を占めたか。そうそうそう、うん、おじいちゃんのお家にお泊まりに行った時に、私子供の時に車の革の匂いがとっても苦手で、うん、確かにゆりなのおじいちゃんもうめちゃめちゃ高い高級車持ってるよねあの独特の革ね。そう、あの革の匂いが高級なやつ苦手で、うん、でそれで自転車でお散歩を連れてってくれて、うん、おじいちゃんが、うん、その時にマクドナルドを発見して、うん、おじいちゃんにここで食べたいって一緒に行ったんですけど、うんうん、おじいちゃんもマクドナルドで食べるのが初めてだったのでどうすればいいのかもう分からなくて。なるほど。でそれで自転車だったんですけど、もうそのままドライブスルーに行っちゃいまして、うん、車、自転車、車、挟まれてるな、挟まれてなんか車が進むと同時に自転車で私たちは進むの、うん行ったことないからね。そうそうそう、行ったことないから分かんないから、うん、だから、うん、店員さんとお話しするとき、あの注文するとき店員さんもすっごくびっくりしていて。そうだよね、うん、自転車で来る人は多分初めてだったこれはだからもうお金持ちがゆえのことなのかな
じゃあ、うん、ここまでは私の質問が続いていたので、うん、続いては、一郎くんへの質問。優しすぎる、うん、彼氏、うん、あれは演技なんですか？あー、確かに。ちなみにどう？普段の俺とさ、動画でどう違う？何も違いません。いや、でも、うん、私も一郎くんと最初に出会った時は、うん、イケメンで外見も完璧だからがゆえに、性格まで完璧って本当なのかなと、ってなったことがあるので、うん、最初はそうなるのかなとは思ってます。でも全然演技じゃなくって、なんだろう、優しさっていうかもう性格、うん、そういう人柄なので、多分動画界であっても一郎くん普段からはこんな感じなんだってなると思います。うん、実際コメントでもたまにいただくもん、一郎くんに会ったけどすごく優しかったって、うん、まあでもこれはでも教育なのかな、そういう、僕の親というか、フィリピン人なので、フィリピンの教育っていうのかな、本当にもう人にはこう優しく、常に優しく優しく、こう損得感情とかで動かない、困ってる人が目の前に現れたら助けるとか、ギブアンドテイクじゃなくて、そう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 、常にギブできる、ギブギブとか、そういう風なまず教えがあったね、お父さんとお母さんから。あとこれすごくね、口酸っぱく言われてたのが、嘘をついたら悪魔が来て舌を引っこ抜かれるっていうことをすごい言われてた。だから俺もその時小さかったから、もうそれも信じちゃってて、あ、嘘ついたら舌がなくなっちゃう、絶対嘘ついちゃダメだなっていう。それで子供時代を過ごしたから、そう、それで子供時代を過ごしてたから、自然とそういう、本当でも私もそう思ってて、日本だとさ、そのなんていうの、優しさをさ内側に出すというか、感情的にならない優しさっていうの、表には出さない、表には出さないっていう優しさだと思うんだけど、それだからなんか昔からさ、僕が当たり前のことのようにやってることでも、ちょっと下心があるんじゃないみたいな、そういう風に思われたりとか、薄っぽく思われてしまうのはまあ仕方ないのかなとも思ったりしてる。まあでもそういうのって文化の違いでもあると思うからね。でも最初はそう思ったとしても、もうずっと見てれば、皆さんも長く見てくださってるので気づいてくれてると思うんですけど、ずっと変わらないので、それは長くいたら分かりますよね。本当にいつも見てくれてありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ最後、フィリピン人彼氏の両親は何のお仕事をしてるんですか？あー、これも多いね。僕の両親のお仕事なんですけど、そもそも僕らがどうして日本に来たかっていうのは、出稼ぎでまず来てるんですよ、日本に。フィリピンの方はほとんどの方が海外に労働に行かれる方が多いんだよね。そう、出稼ぎ大国って言われてるぐらいなの、フィリピンってね。それで僕の親戚もね、カナダにいたりとか、アメリカにいたりとか、オーストラリアにいたりとか、本当にいろんな国にいて、僕の両親が選んだ先が日本だったの。僕が生まれる前から日本の企業で働いています。それでその働いたお金で、フィリピンで不動産業を営んでるんだよね。マンションを2つ持ってるのかな、でマンション経営と、あと土地を何個か持ってるみたいで、そこでまたビジネスをやるっていうのは最近聞いた。だからもうすぐ帰っちゃうんだよね。そうなんです、帰っちゃう。半年前ぐらいだっけ、動画出したの。突然僕の両親から、フィリピンに帰国じゃなくてもう帰省するっていうお話をいただいてね。これ進展があったの、実は。つい最近、会社の社長さんに辞めることを申告して、もう来年の1月ぐらいには、そうだね、1月2月3月ぐらいには帰っちゃうことが決まったんです。なのでその前に一緒に旅行に行ったりとかね、そうだね、いろいろしたいなとも思ってます。ね、連れて行きたいなっていうことは計画してる。ということで、皆さんが気になるであろう、知りたいであろう質問に60万人記念として答えていきました。イエイ。この動画を機にさらに私たちのことを知っていただいて、さらに動画をね、楽しんでもらえたら嬉しいよね。そうね、本当にこの1年ショート動画を始めてから、たくさんの方に私たちの動画を見ていただいて、もう今では60万人の方に登録していただいて、本当に改めて皆さんありがとうございます。ありがとうございます。70万人目指して今年の夏は頑張りたいね。さあね、また70万人いったら、じゃあまたみんなの気になる質問に答えていこうかな。ぜひぜひ、まだチャンネル登録してなかったよっていう方は、チャンネル登録の方よろしくお願いします。それでは今日も最後まで見てくださりありがとうございました。この動画が良かったらチャンネル登録
録といいねよろしくお願いします。それじゃあ終わりますか。はい、せーの、バイバーイ。次は70万人でお会いしましょう。頑張ります。